皆様、こんにちは。お金の研究所です。今回の動画は、マイナス金利解除見送り、三菱 UFJ 株の今後はというテーマでお話しさせていただきます。12月の日銀会合で上田さんはマイナス金利の解除を見送りました。マイナス金利解除時期が後ずれすることにより、三菱 UFJ 株へのリスクもあると考えておりますので、今回の動画ではその点についても解説させていただきたいと考えております。 本日もよろしくお願いいたします。まずこれは日経の12月19日の記事ですが、12月の金融政策決定会合で日銀はマイナス金利の解除を見送ったのみならず、イールドカーブコントロールや EDF の買い入れといった措置も現状のまま維持するとしており、大規模緩和を継続するとしております。 具体的には短期金利はマイナス0.1%で維持、長期金利の上限の目処を1%という点は変更はありません。それにより為替は大きく動いており、日銀の発表はお昼の12時頃になったのですが、このように1円以上円安に触れることになり、動画作成時点でも143円の半ばぐらいを推移しております。また日経平均も大きく触れておりまして、このように終わり値で、 500円弱円高に触れて取引を終えております。一方で三菱 UFJ の株価はといいますと、このように大きく上下に触れており、12月19日の終わり値ベースでは1%程度マイナスで取引を終えております。ただ上田さんの会見は19日の取引終了後ですので、まだ完全に日銀のニュースを株価に織り込めてないと思います。 そして、三菱 UFJ はマイナス金利の解除により、業績にどのぐらいの影響があるのかといえば、三菱 UFJ 自身はマイナス金利の解除と長期金利の上昇とで、500億円ほど資金収益が上昇すると試算しております。また、ゴールドマンサックスのアナリストは、長期金利が1%、短期金利が0.2%上昇すれば、メガバンクの純利益を将来的に3割増えると試算しております。 三菱 UFJ の純利益目標が1.3兆円ですので、この試算が正しければ将来的には1.7兆円程度まで純利益が増加することになります。これは地銀採用店の横浜銀行傘下に持つコンコルディアホールディングスの決算資料の一部ですが、 日銀の金融緩和路線の縮小により、すぐに業績に影響するとは考えておらず、このように5年にわたり徐々に伸ばしていくと予想しておりますので、先ほどのゴールドマンの1.7兆円の純利益の試算を5年程度かけて徐々に伸ばしていくと考えるのが自然ではないかと思っております。 そして日銀はどこまで金融緩和路線を修正するのかといえば、ひとまずは短期金利0.2%の上昇が一つの目安ではないかと考えております。つまり短期金利プラス0.1%が一つの基準ではないかと思っております。この記事によれば住宅ローンを借りている人の9割程度は変動金利で借りており、そしてこの変動金利は短期プライムレートに連動するとしております。 短期プライムレートは短期金利が0.1%を超えて上昇すると住宅ローンの変動金利が上昇するとしておりますのでまずは政策金利は0.1%を超えない水準になるのではないかと思っておりますまたアメリカの FRB により来年利下げは3回程度行われると考えられており初めの利下げは5月ぐらいになるとの意見が多いように思いますしたがって利下げがなされれば普通に考えれば円高に触れると思います ある専門家によれば、マイナス金利の解除時期は、春季労使交渉の一部の結果を確認した後の来年の4月の会合になるのではないかとのことです。そうすると、マイナス金利が解除された後すぐに FRB による利下げがなされる可能性があり、普通に考えればかなり円高が進むのではないかと思っております。マイナス金利解除後の政策金利をどのようにするかは、円高と住宅ローン金利との見合いではないかと思っております。 つまりあまり政策金利を急激に引き上げますと、円高が進みすぎて日本企業の業績に影響を与え、不景気になることも考えられ、また変動金利で住宅ローンを借りている人が不景気により解雇されて、上昇した住宅ローン金利を返せないという状況になるかもしれません。日銀は当然そのような状況は避けたいはずですので、このあたりの状況との見合いになると思います。 今回の12月会合で引き上げがなかったということは日銀による政策金利の上げ幅は FRB が来年利下げをしていく中では限られてくるのではないかと思っております。また上田さんは12月19日の午後に FRB が3ヶ月後あるいは6ヶ月後に利下げを始めそうだからその前に急いで日銀が政策変更をするというような考え方は不適切だと強調しております。 したがって賃金統計や企業の賃上げ姿勢などをゆっくり見極めてからマイナス金利を解除したいのではないかと思いますので個人的には4月ぐらいの線が濃いのではないかと勝手に思っておりますそして FRB による利下げが始まれば当然三菱 UFJ も絶好調であった海外貸出利材が落ちてくるはずですので海外の業績はマイナスに働くと思います したがって来年のマイナス金利解除により国内の利材は改善されるものの円高や FRB による利下げにより海外の貸し出し利材や円安恩恵がなくなることからプラスマイナスを考えれば三菱 UFJ にとっては大きな恩恵はないかもしれません。 また先ほどのコンコルディアホールディングスの資料にもあるように日銀によるマイナス金利解除がなされても徐々にしか業績に影響しないとすると FRB による利下げも徐々に行われ良い塩梅でバランスが取れる可能性もあると思っておりますそれでは専門家であるアナリストは今期来期の三菱 UFJ の業績をどのように見ているのかといいますとこれはアナリストにより12月18日に更新された業績予想のコンセンサスですが 今期は会社目標の1.3兆円を若干上振れると予想しており、来期についても順調に業績を伸ばす予想としております。ただ来期の純利益の伸びは4%程度と予想しておりますので、今期の伸びに比べれば大きく減速すると考えているようです。またこれは三菱 UFJ の ROE の目標ですが、三菱 UFJ が目標としている ROE 水準は、 今期は7.5%としており、中長期的に9から10%を目標としております。今季の中間期時点の ROE はすでに10.6%程度に達しております。従ってさらに無理をして自社株買いや配当成功を引き上げて自己資本を圧縮する動機は乏しいかもしれません。 そして、三菱 UFJ はモルガン・スタンレイの決算機の削れ影響を含めれば、きっちり配当成功40%を守って配当金を出しております。三菱 UFJ のティアワン比率に基づく配当方針からすれば、減配はしないとは思いますが、今後三菱 UFJ の純利益が FRB による利下げと日銀による政策金利の上昇の見合いだとすれば、それほど大きな配当金の増額も考えづらいのではないかと思っております。 一方でこれは直近の三菱 UFJ の株価チャートですが、直近の高値からは13%程度下落した位置にあります。それに伴って三菱 UFJ の配当利回りは、12月19日の終わり値ベースで3.5%程度まで上昇しております。 そしてこれは2019年ぐらいからの三菱 UFJ の予想配当利回りの推移ですが、平均値は4.4%程度であり、現状の配当利回りは平均までは少し距離がある状態となっております。専門家による目標株価はこのようにかなりばらつきがありますが、概ね上値がある状態となっており、中央値は現状の株価からはプラス20%程度です。 そして、アナリストのレーティングはと言いますと、強気が7名、やや強気が1名、中立が4名というところで、総合的に見ればやや強気というところではないかと思います。次に株の時給です。これは信用倍率の推移を表しているのですが、現状で16倍程度あり、改ざんが溜まってきておりますので、少し気にした方が良い水準であると思います。最後に株の加熱感を確認するために、オシレーター系の冷やしの RSI について確認したいと思います。 現状の RSI は34%程度です。RSI とはこのような基準となっておりまして、現状の株価はやや売られすぎの状況であると思います。以上をまとめます。今回は日銀によりマイナス金利解除が見送られ、株価が難聴な三菱 UFJ 株について検討いたしました。日銀によりマイナス金利解除が見送られ、円安に触れ、日経平均は500円弱上昇して取引を終えております。 一方、利材や改善の思惑が外れ、銀行株全体は概ねネガティブな反応を見せております。三菱 UFJ では長期金利の上昇とマイナス金利解除で500億円程度の資金収益の押し上げと試算しております。また、あるアナリストによれば長期金利が1%上昇し、短期金利が0.2%上昇すれば利益が3割増加とのシナリオもあります。 政治的にはマイナス金利解除後は住宅ローンの変動金利に影響する短期プライムレートに影響しない範囲で利上げを調整するとの思惑もあります。来年 FRB により利下げが実際に行われれば円高に傾くと考えられ、日銀による過度な利上げは日本経済へのダメージを考えて控えられるかもしれません。 マイナス金利解除により国内のリザヤは改善されるものの円高や FRB による利下げにより海外のリザヤや円安恩恵がなくなることからプラスマイナスを考えれば三菱 UFJ にとっては大きな恩恵はないかもしれません三菱 UFJ が目標としている ROE 水準は今期は7.5%中長期的に9から10%としております現状の ROE はすでに 10.6%程度まで達しており、さらに無理をして自社株買いなどを行って自己資本を削る動機は乏しいかもしれません。専門家の目標株価は現状の株価から20%程度上を予想しており、専門家の予想を信じるのであれば上値打ちはあるということになります。RSI 的な加熱感はないものの、受給は少し気にした方が良いかもしれません。 個人的には保有を継続したいと考えておりますが次回以降の決算内容などを確認しながら注意深く見ていきたいと思っておりますちなみに次の決算内容もフォローしようと考えておりますのでご興味があればぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたしますそれでは最後に少しだけ紹介させていただきますお金の研究所ではメンバーシップを開始いたしましたまずは試験的に月1回のメンバー限定の動画を配信しようと考えております これまでの動画配信とは別に1本の動画を月に1回追加で見ることができるという感じです動画の内容についてはいくつかメンバー用の動画を配信させていただいた後にメンバーの皆様から意見をお伺いしながら随時改良していきたいと考えております直近ではこのような動画をメンバー用として公開しておりますご興味があればぜひメンバーシップの加入をよろしくお願いいたします なお、投資は自己責任にて行っていただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。もし皆様のお考えがあれば、ぜひコメント欄へお願いいたします。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、メンバーシップ、よろしくお願いいたします。